令和2年10月27日、天水越林道に来ております。頂上付近はすでに葉が落ちて枝だけの白い景色になっております。今の道を行くと津南町の林道に行きます。これはトイレですね。ここが参謀になっておりまして、で左手に行くと栄村に行くんですけども、今は通ることができません。登ってくるときには逆光で紅葉がよく見えなかったですけども、これから下ってみたいと思います。林道を下っております。春にはこのせせらぎにミソサザイ、オオルリがよくさえずっておるところです。そしてこの渓谷の崖にはシラネアオイが群落を作っておりましたけれども、今はその姿は見えません。ブナ林の紅葉です。
春にはオールリア、味噌素材の他に、ここには赤蝶瓶がよく鳴いているところです。もちろん仏法僧もやってきております。豊かなブナの森は春夏秋冬素晴らしい景観を見せてくれております。この渓流にはところどころに砂防堰堤が設置されております。日に照らされた伊那林の紅葉の森です。そろそろ大恩寺高原牧場に到着します。大恩寺高原牧場と申しても今では牛は放牧されておりません。主にキャンプ場などで利用されております。キャンプ場に到着しました。大恩寺高原雨水越林道の紅葉をお伝えしてまいりました。